マシンのトライチャンネル。実はこの直前に、はい、バーテンダーと社長飲むのはどっちが楽しいかと見事社長チームが勝ちましたと。もう圧勝だったね。圧勝でしたね。圧勝だったね。はい、改めてどういう印象だったかと一人ずつ聞いてみたいですね。ワンちゃんが可愛いから。ああ。かわいい。それだけ。顔がかわいい。あ、顔がタイプの人好きってこと。好きだってことです。京極さんの印象は、はい、白い。それオブジェに対する感想。人間としてみたいな。ガオさんの印象ってことですか、ね。まあ、勝利に貢献してますね。あの一手を出す考えは僕もなかったので。女がめっちゃいそうだなっていう。この香りが、危ないと好きでしょ。でもあの会話の中でやっぱり集団とちょっとなんか1対1とかとまた雰囲気違うじゃないですか。なんかその女性を本当に僕らからして口説きに行けるのかみたいな、ちょっとチャレンジしたみたくないですか。恥ずかしいっすね。確かに。ワンツーマン、もうワンツーマン、誰もサポートもないし、すごい、ね、もないんで、でカメラに捉える。じゃあ今からワンワンのデートをして、で最終的にデートしてくださいと言って、イエスと言ってもらえるかもらえないかみたいなことをちょっとやってみましょうか。はい、この人と喋ってみたいみたいなのでちょっと見てさせてもらいます。前回の飲み会の印象で、ね、せーの。おっ、おっ、こんな綺麗に分かれた。めっちゃ綺麗に分かれた。じゃあデートタイムスタート。さっきはありがとう。ありがとうございます。でもなんか可愛いキャラというか、会った時から一番最初可愛いと思った。あ、本当ですか。うん、東京のことあんまり知らないでしょ。そうなんですよ、まだあんまりいけてなくて。任してくださいよ。結構頑張る子応援したいし。おお。好きな食べ物？お肉です。そう。じゃあまずお肉食べ行って仲良くなって、はい、そこでもしいいってなったら付き合ってもいいかもね。そうですね。これデート OK もらったってことなんじゃないですか。シャッ。じゃあ改めてリュウちゃんね。でも最初の飲み会の時より緊張が和らがった感じ。確かに緊張してます。で、緊張してたよね。浅草でどういう、まあ、いろんな食べ歩きしたりとか。着物着て食べ歩きしたり、うん、あ、いいね。逆に浅草以外に行きたいと思って。ドライブ好きだから、いろんなところに行きたい。浅草からのドライブ、はい、こちらにデートをお願いします。喜んで。はい、お願いします。やったー。お疲れ様です。お疲れ様でした。撮影お疲れ様でした。でもやっぱ一番空気読みうまかったですね。ありがとうございます。仕事からというか。普段クラブ、普段クラブです。あ、そうなんですね。なんでクラブに？イケてるお兄様方に会ってみたかったんでか。ちゃんと経営者の方いっぱい来るじゃないですか。はい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 。なんか急に酔っ払いました。フル職働いてるとさ、はい、出会いないじゃん。ない。結局結婚相手も、はい、お客さんから選ぶしかないよね。お客さんの中では若いんですか。ね、お金も使う、うん、枝も生やす。お、結婚しましょう。よろしくお願いします。やったー。はい、終わりました。デート、結構みんななんか仲良くなったんじゃないでしょうか。今デート中。もう2人のデートが始まってますね。始まってる。ありがとうございます。え、京極さんどこまでゴール？一緒に浅草でラグジュアリーデート決まりました。おー、デート着地なんですね。デート着地。デートまで持っていくなんてすごいじゃないですか。だってデートしか行けなかったんですよ。僕らはデートをしてお互い良ければ付き合うっていうところまで行きました。お二人ともデートまで持っていくなんてすごいですね。まあ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 、まあ、そこはね、社長ですから。やっぱり公共力とかあるんで。社長ですからね。僕らは結婚することになりました。結婚、どうやったら結婚まで行くんですか。クラブのビジネスモデルへの理解。どういうことだ。どういう。ロマンチックはなかったんですけど。現実的な数字で。トークも盛り上がってなかったっす。え、でも本当にじゃあ青さんのような人と結婚あるだなと思ったってこと。なしです。どうしたよ。今回のデートはどうなんですか。成功だったんですか、僕らは。あ、成功だね。成功、成功だったということで。だってまた会うしね。なんかお金かかるみたいな。女性皆さんもわざわざお忙しい中お時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか撮影も終わったので、うん、せっかくなんでちょっと飲んで話していこうと、うん、
いうところで、うん、今日はフリートーク企画になってます、うん、でもマーさん結構飲んでるもんね、すでにマジ酔っ払ったやっちゃったやっちゃったやっちゃった最近青さんとか僕に寄りかかること結構増えてますからやっぱ安定感がね安定感やば安心と安全の稲葉なんで100人だとも大丈夫ああ本当にそうなんですよ、はいはい、ちょっと議題あげたいのはシントラなのかっていうのをめっちゃあれですよ岩井さんもシントラなのかみたいなの結構僕に言ってくるんですけど青さん若いんですってあれ僕地味に高澤さんより古株なんですよめちゃ古いやん三浦会長とかと同世代なんでみんなそれぞれトラポジション確立してい く中僕は永遠とポジション確立できないまんま新トラになったやっぱり令和のトラでどんどん注目されてる社長さん、うん、まあいわゆるのメイントラって僕ら呼んでますけども、はいうん、僕らとの差って何なんですかねうん差はないと思うよ本当ですかうんもう結構やっぱ今それぞれやっぱ結構新トラまあ特にこの3人は自分たちの個性出てるから、ねうん、あと出演する回数じゃないシンプルにああ回数ねあはいはいあのやっぱ回数とかあと志願者によって回として面白い回とかが結構左右されるんで、うん、そこもやっぱ運とか出演する回数によって変わるよねやっぱこうメイントラがいると盛り上がらない回でも、うん、メイントラはうまく調理してある程度の盛り上がりを担保するんで、そこなんか実力差感じますねやっぱ場の掌握力というかでもなんか僕も最近感じたのは、うん、メイントラの方々みんな10万人以上の YouTube チャンネル持ってるんですよ、うん、うまいですよね日頃がやっぱ自分の YouTube チャンネルと向き合ってますし、うん、令和の虎で今自分がどういう役割なのかっていうのもしっかり理解した上で、うんうん立ち回ってる感じはすごくありますねカメラ慣れというかうん、確かにカメラ慣れしてるねまだ僕もなんか YouTube 慣れしてねえなって思いながらあ、そうなのゆうぴーさんとかはもう入ってきた瞬間うさんくせえやつ入ってきたなとか言えるじゃないですかなるほどねあんなこととかやったら思ったことすぐ口にできるただそろそろ道開けろと思いますけどねそろそろ道を開けろずーっと居座ってるから打席が回ってこないのよ、うん、でも岩井さん言ってましたよ強国全然令和の虎でねえって確かに今修行期間です修行期間今修行期間ですおおおおすごいありがとう何天使道具の女の子くどけたんかこれに関しては僕も林さんにクレームがありますなんだなんだ林さんに教わった女の子のくどき方試しましたお全然持てません林さん責任持ってほしいって言ってるあの俺の連れてきた女の子もちょっと呼んでリーナちゃんに素人と仲良くなれなかったのか俺は日曜日だから当然今日は元キャバ嬢のセミプロと遊んでますあれあれセミプロ覚えてるセミプロおーすごいおーあれラグジュアリーっすねあの京極さんが女の子の時にいた時よああセミプロ遊んでくれてありがとうねその後ちょっとリベンジも兼ねて、うん、このデートちょっとしたんですよおおデートしたのデートで一人一人ゴール決めてで青さんが婚約まで来ましたおからのおもうここはここからはもうカメラをあの、はい、切ってあの、はい、普通飲めばいいじゃんああそうっすそれはいいっすねそうなんだやっぱ白い、まあ、大体取れ高あるでしょああ、まあ、もう、まあ、もういっぱいやっぱそこはね俺は最後のオチでいいからさこれでね俺が現金積もうと思ってもうさやられてたって今日もねトライチャンネルね再生回数多分1200回ぐらいだと思うよはいさんこれからですからこれからありがとうございますこれからですもしいいと思ったら高評価ボタンをねチャンネル登録お願いします優しいでありがとうございました